おい、あぶだ。おい、おい、こら。おい、収益公開しろ。今すぐ収益公開しろ。ちょっと意味が分からん。収益公開しろって。マジで分からん。なんでやん。うわぁ、ちょ待って、めっちゃ夢見てた。しかも今、寝て起きて繰り返してて、マジで結構エロい夢見てたのに。どんな？普通に俺 4P くらい。起こして正解や。最悪や。しかも何起こして。収益公開しろって、お前の。いやや。何？皆さんに。いやや。そんなお前に権利ないやっていう。今日ドル君と筋トレする日やもん。そんな関係ない。筋トレと収益公開まだ話してるんですよ。別やから嫌やって言ってんの。なんで今日は公開せへんけど、なんでなの、スケジュール的に。そう、なんで今日なん、収益公開ってか。朝いつだった俺ベッドゲットできる。そりゃ知らん。ベッド欲しいんやけど、体調子悪いんやけど。一回お願いしてみよう、視聴者にベッドくださいって。マジでベッドください。マジお願いします。マジベッドください。見てこれ、俺もう端っこここではみ出たよ。寝てる時はみ出て体痛くて起きてさ、もうそっから調子悪いんやん。俺は収益公開しようって言ってんねん。なんで。もう黙ってやれ。視聴者に約束したしな。一回そういえば裏切ったかよ。自分だけの収益じゃないからな、毎日公開します。ちょっと無いよ。100万回超えとったもんね。101万なんぼ言ってる。結構言ってる。多くてもさ、2人で分けたりするやん俺ら。プラスまあ使う分多すぎるからさ、出費交通費とかでかいよな。そんな関係なく公開しろっつってんね俺。じゃあまあいつも通り軽くの俺トレーニングとかそういうのした後に公開する。また Vlog、 久々の Vlog 見せてその後に収益公開みたいな流れに行こうかな。風強っ。はい、それじゃあね、ちょっと今からねドルジュ君とトレーニングあるんで、ちょっとそれ向かってやっていきたいなって思います。はい、行ってきます。そう、はい、じゃあちょっとね、今ドルジュ君とトレーニング終わって寝てたんですけど、今からねベルマーリウスのミキッチっていう前多分動画出てたことあると思うんですけど、視聴者のコートにちょっとボール蹴ろうって言ってて、まあ、そういういつがめっちゃうまいんで、今日は叩きのめしてやろうかなって思います。はい、じゃあそれでいきたいなって思います。いや、怪しいな。はい、また抜け。うわ、やばい。うまい。何するか。宣言するわね。これはまた抜きがみたいな。一番はまた抜き。何寝るか。正直自分でも疲れてるから、多分緩急でのクラムリやから足出さして多分立ち止まる。最後までよし行こう。何かと思先輩ネジとしてやっぱリベンジはさせません。まだまだやろ。もう一回右一の攻撃いるやろ。できない。
あ、浦和レッズ。はい、じゃあちょっとね、浦和レッズ対ね、マリノスの試合見に来たんで、早速向かってきたなって思います。いやちょっと宮市亮ちょっと宮市亮に期待っすね、今日多分やってくれると思う、あいつは。じゃあ早速見に来たなって思います。えぐい、初取り、初取り、うまい、ナイス4か、流れかな、はい、ちょっとね、これまた別撮りで撮影してるんですけど、前回撮影した動画の収益公開発表してる部分がうまく撮れてなかった、途切れ途切れみたいになってたんで、もう一回別で撮影し直してちょっとやってるんですけど、これが6月分の収益か、はい、もう多分今 Vlog バーって終わったと思うんで、もう今から早速ね収益発表したいなって思います。その前にちょっと収益発表する理由をちょっといつも説明してるんで、多分これ新しく見に来てくれた人とかがそういう人に伝えたいなと思って、自慢したりとか、収益こんな企画で出るんだよとかっていうふうなために収益発表してるんじゃなくて、それよりなんか僕のやっぱ YouTube って、これ僕が最初初めての時から言ってるんですけど、視聴者がいて初めて成り立ってると思うんですよ。それをどういうふうな使い道で使ってるのかっていうのをね、僕はなんかそういうのを伝えていきたいなっていうふうに思ってるんで、それは昔から僕がやって信念持ってやってるんで変わんないっす、ブレない心、メンタル。今月多かったな、ぶっちゃけ今月はちょっと多いな、今月多かったけど出費が多いから、その分いろんな撮影とかしてたからめちゃくちゃ減ったし、結局2人分で待ってるから、カメラマンととか、あと今大きい企画やろうとしてて、まあ、それに対してもまあえげつない金、うん、何百万ないでだから大きい企画をやろうって思ってて、まあ、そこにもお金かかるし、あとはちょっと留学費用とかも貯めないといけないんで、海外行こうかとかも貯めないといけないんで、全然余裕はないです。だからマジで信じてほしいですけど、遊べてないです、遊びには行ってないですけど、今の生活が充実してるから俺は全然いいです。その女遊びとか全くやってないです。女遊び限定やねん。いや、なんていう、ギャンブルとかもそういうの一切やってない。ギャンブルとかそもそも俺好きじゃないけど、一回発表しちゃうから、さっきちゃっていつも通りマキラルの、マキラル何個分とかってやってるんですけど、大体何個分やろ。15か20か、もうちょい、マーキュリアル15から20足分くらいです。まあ、ある方かなって、今までに比べてある方かなって思うんやけど、その分多分出費がマーキュリアル10足分くらい出費、うん、まあ生活費とか、まあ、東京に引っ越してきたんで、まあ、それだけで、だって家賃とかも全然大阪と値段違うし、十何万ってするところするし、家賃だけやめてるよな東京は。そう、びっくりした、家賃十何万ってもう死ぬんちゃうなんて、もうけどその分頑張らなあかんっていう自分にもプレッシャーかけれて、まあ頑張ってるんですけど、で食費とかもね、今まで以上に体変えようって思って頑張って食べたりしてて、まあ、食費もめちゃめちゃ腐ってるんで、もう全然余った分はもう他に貯めることで精一杯なんで、今そのやりたいことのために全然使ってないんです。だからぶっちゃけなんていうか、けどなんかそれが別に嫌とかっていうのはなくて、逆に今の生活がもうやりたいサッカーできて、そうやってやりたいことしてお金もらえて、全然自分の時間も作れてやってるんで、今の生活がめちゃくちゃ充実してるかなって思って、でも7月とかはね、そのちょっと今新しいエリート東京っていう新しいチーム入って、公式戦とかで練習とか、まあ、そういうので忙しかったり、まあ、引っ越しのタイミングとかもあってね、忙しかったりしたんで、なかなか動画のストックっていうのが取れてなくて、投稿頻度とか落ちてたと思うんですけど、またそれもね、どん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 今から上がっていくと思うんで、楽しみにしてもらえたらなと思います。その収益の、まあ、基本的に何が一番でかい？移動費じゃん。移動費だって大阪だけで3億くらいしてるよ、その撮影とかで。大阪だけで3億とか、食費も、まあ、そっから2人分払って、俺結構今食べてるやん。うん、で、そっから出費して、で、まあ充実はしてるな。だから楽しいな、自分のやりたいことやってできてるっていうのは。けどそれも、ほんま一生さんのおかげやと思うんで、だから、それを裏切るようなことは俺は絶対したくないから、まあ、それだけは信じて見てもらえたらなって。あとは、その実力で見せていくだけなんで。そうですね、今の状況で言ったら、まあ、これ難しいっていう声の方が多いと思うけど、まあ、それは結果出すまでは絶対そうやって言われるのは当然やし、まあ、何言われても結果出したら自分が悪いんで、あとは試合とかで、まあ、結果出すところとか見ていってもらえたら、まあ、そういう人が応援の声に変わってくれたら俺は一番嬉しいかな。逆に結果で示せるスポーツやから俺はそこが一番いいと思って、どんだけ過程っていう部分を見る文化じゃないやん、うん、過程を見るっていうよりかも結果だけは見る文化なんで、まあ、それが結果さえ出したら逆に評価が覆されるっていうのがサッカーなんで、その何
が昨日まではもうだいぶ食らってた選手が次の時にはもうヒーローになれるのがサッカーの良さやと思うんで、俺はそこが一番魅力かなって思って今後もね結果にするようにさせていただきます。まあとりあえずねそんな感じで今日の動画は一旦終わりたいなって思います。あ、最後チャンネル登録とチャンネル登録してください。チャオ。俺はファーストタッチボールに命を吹き込む。